して富士重工業が製造した。T-3 と同じく当初から航空自衛隊のパイロット要請を目的として開発されている。1990年代に T-3 改めとして開発が開始され、1998年8月に T-3 の後継機である新初頭練習機に選定された。しかし、1998年末に 海上自衛隊へ納入する予定の US-1A 会開発の際、富士重工役員と防衛庁政務次官の汚職があったことが発覚したため、翌1999年度にかけて予算措置が凍結された。この間、富士重工は独自に開発を行い、試作機であるケム -2F は海上自衛隊向けの練習機として開発した。 t-5 試作機のケム 2d を改造して作られた。初引っ越は1999年。防衛庁は調達改革として国際競争入札としたことから、富士重工の他にピラタスが PC-7 マーク2で応募した。2000年9月に富士重工の採用が決定したが、この決定に対し防衛庁が 採用理由の十分な説明をしなかったため、ピラタスが不当採用として告訴すると主張した。防衛庁は再度説明をすることで平穏に解決したが、防衛庁関係者にとって説明の重要性を再認識させる重要な事件であった。量産型の新書と練習機は2002年7月9日に初飛行し、2003年4月に t-7 として正式採用され、豊富北基地の第12飛行教育団に配備が始まり翌年に完了。2005年からは聖浜基地の第11飛行教育団へ配備が始まり、2006年度末に t-3 を完全に置き換えた。発注は18年度で終了し、2008年度に3機が納入されて配備が完了した。なお、 T-1 以降の国産練習機の正式番号は偶然にも1から7までのうちの奇数番号がすべて富士重工製となった。抜けている T-6 については以前に空自発足の際にアメリカ軍から供与され中東練習機、救難機として使用した T-6 的3が存在しており、同期はすでに1970年に現役から退いているが、 書類上の混同を避けるため等と,と思われる。航空自衛隊では2023年度までに T-7 の後継機を検討する予定である。主翼後部。A が補助翼、B がバランスタブ尾翼のトリムタブ機体後部機体価格を抑えるため、可能な限り T-3 との部品の共通化が図られたことにより、国内生産ながら、 約2億3000万円と外国製並みに抑えられている。機体形状はほぼ同一であるが、翼形など細かな部分に改良を加え、運動性能を向上させてある。最大の変更点は、航空機の使用燃料をジェット燃料に一本化するために、レシプロであった T-3 から海上自衛隊の T-5 に搭載された。 ターボプロップエンジンの離陸出力増加型である 250B17 回を採用しているが、通常はリミッターをかけていない。エンジン乾燥のため、T-3 より機種が 550mm 長く、同時に、レシプロからターボプロップへの変更のために、形状はスリムになっている。コックピットのスペースも T-3 よりゆとりを持って、設計され、 冷暖房も加えられるなど、搭乗環境も改善している。これにより、速度の向上や、運用の効率化に加え、副次的ではあるが、騒音の低下も果たした。エンジンの本格的な修理は、ミーエアロエンジンサービスが受け負っている。航空自衛隊 T-7 ニアありがとうございます。